どうもこんにちは、ゴッドコウタンと申します。今回またジュラシックコウタンワールドをやっていきたいと思います。あ、ごめん、今のクノ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 ってこの画面の動きが酔っちゃうよっていうコメントの人がいたから、やらないようにしようかなって思っていたんだけれども、無意識のうちにやっていたわ、ごめん。ってことで今回はですね、あの冬の事故で亡くなってしまった過去パート19を参照。あ、君舌出して攻撃する。お、バカ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 、あ、どこで亡くなってしまったディプロカウルス。あ、名前だけじゃパッとわかんないよね。頭がさ、ブーメランみたいな形の両生類ですよ。海サソリにやられちゃったあいつ。あいつの卵を2つ復元しましたので、こいつらを復活させて、で、あの、なんか、ケージの中に入れたいと思います。こんにちは。かわいい。こんにちは。かわいい。はい、無理やり大きくなってね。もう僕が一番近くにいたわけだから、僕のことを攻撃するなんてことはないと思ったんだけれども、そんなこともなかったわ。じゃ、オブボトルの中に入れておくわ。で、思ったんだわ。あっち側のさ、でかいケージってさ、昆虫類を入れる場所じゃん。あんな昆虫類を入れる場所に、その頭の変な形したウーパールーパーみたいなやつを入れると、敵対するのは当たり前なわけよ。だから、この中に入れておくわ。こっちの方がいいでしょ。で、こうやって懐かせる。よし、懐いた。で、お、待って待って。懐いた。はい。あっち、あっち。やめろ!やめろ!やめろ!お前はほんと不憫なやつだな。なんでそうやっていつも誰かに殺される運命を背負わされているんだ?ほんと不憫なやつだ。ディプロカウルスの生肉をこっち側に入れておこう。ちなみに生肉が落ちるのは結構運がいいことでね。この生肉を分析器にかけることで 100% の確率でディプロカウルスの DNA が出てくるわけ。つまりわざと1匹をわざと殺すことによって、その1匹からは生肉が6つぐらい落ちるわけよ。で、その生肉を分析器にかけたら、そいつが 100% 生肉の分だけ DNA になるわけ。ってことは、まあ、増殖することができるわけよね。ただ僕そんな、あ、大丈夫?大丈夫?あー、ごめん。で、こっち側だよ。ほら。上行け。ほら。よし。よし。今食ったな。まったくこいつらお腹空いたら餓死するくせに自分から給餌器の上に行かないんだから、給餌器の上に行かないと恐竜たちはご飯を食べることはできないんですよね。かわいそうに。ということで今回も恐竜を復活させたいと思います。ゴッドコウタンはですね、撮影外でいろんな恐竜を復活させているんです。あー、卵だけね。で、復活させた卵の中で今回スポーンさせたいなって思っているのが、この4種類ですね。まず1体目。ステゴサウルス。こいつはあの、なんか、背中に板みたいのがたくさんある、尻尾に角が生えた草食恐竜です。で、2匹目。ステゴサウルス。こいつはあの、背中に板みたいのがあって、尻尾にトゲがある草食恐竜です。で、3つ目。ステゴサウルス。こいつは背中に板があって、尻尾にトゲがある草食恐竜です。で、4匹目、ステゴサウルス。こいつは背中に板があって、尻尾にトゲがある。今回はこの4匹を復活させたいと思います。なんかね、ステゴサウルスの DNA がたまたま4つ見つかってね、それを復元器にかけたら、たまたま4匹無事に卵として復活させることができたので、こいつらを1個、2個、3個の4個、同時に孵化させたいと思う。君たちは仲良くしようね、4匹とも。みんな同時に生まれてくることを願っているよ。じゃあ僕はここで待っているよ。ステゴサウルス4匹がうね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 と不気味なダンスを踊り始めました。可愛らしいですね。四つ子ってことは生まれた順番にお兄ちゃんが来た。あ、1匹、2匹、3匹、4匹。やべえ、生まれた順番全然覚えてねえわ。うわぁ、可愛いね。元気だね。ステゴサウルスの赤ちゃんがそこら辺の草をたくさん食べている。とっても可愛い。君たちは僕に懐いてくれてるかな?懐いてくれてるね。すごく言ってる。4匹のステゴサウルスを僕の意のままに操れるってことですね。君どうしたの?まだ動く?マジ?他の兄弟はみんな寝てるのに?君はまだまだお腹が空いているようだね。あたりの様子をひたすらに食い終わった後は勝手に眠っちゃって、クロワッサンみたいな形してるな。可愛いって意味ね。よーし、ステゴサウルスを4匹復元させたので、こっち側に復活させたいと思います。ステゴサウルス4匹分はちゃんと入るでしょ。まず、1匹、2匹、3匹、4匹。うわーそんなに群がる?何これか?うわ、かわいい!かわいいよ!こいつらくっそかわいいな、お前ら!なんでこんな
じゃあ、どうしようかな。お兄ちゃんは誰だい？君？じゃあ君を大きくさせてやるよ。お、大人になったら色が変わった。あとなんか、でかくない？思った8倍はでかいんだけど。で、この4匹全員さ、このケージの中に収めるつもりだったんだけど、多分これ、無理だな。4匹ともこの中に入れるのは相当無理があるし、あとステゴサウルス、個体差によって色が変わるんですね。もう1匹も。こいつ3匹目。ああ、成長剤がなくなっちゃったよ。じゃあ、あと1匹はどうしよう。ずっとあの赤ちゃんのまま？兄弟なのに？双子なのに？うわあ、ぎゅうぎゅう詰めでちっちゃいケージの中でとても息苦しそうだな。じゃあ君たちはステゴサウルスとしてここで展示させてもらうね。サウルスというのは爬虫類のトカゲって意味ですね。で、あのちっちゃいやつがかわいそうに。自分たちの兄弟だけがでかくなって自分だけが小さいままなんて劣等感半端ないでしょうね。成長剤を持ってきたぞ。ちっちゃくなった兄弟よ。違うな。周りの兄弟がでかすぎて成長に遅れてしまった兄弟よ。かわいそうだから僕が君に同情して成長剤をプレゼントしてあげた。足りないお腹の中にたくさん食べ物を詰め込んで兄ちゃんたちに成長を追いつくんだな。ってことで、もう追いついたでしょ。ステゴサウルス4匹をこのちっちゃい檻の中に詰め込むのはちょっと間違いだったな。これだったらまるで牛乳詰めだ。こんなん、虐待でしかないぞ。本当に。動物園で愛護団体の人に見つかった瞬間にこんなん終わりだ。ってことで、ステゴサウルスの檻を作ろっかな。こんなにちっちゃい檻だったらあまりにもかわいそう。ステゴサウルスさんに限らず、こういったでっかすぎる恐竜たちを閉じ込めるためにはバカでかい檻が必要なんですよ。ブラキオサウルスしかりね。なので、そのでっかい恐竜の檻を作りたいと思います。まあ順番で言ったら多分ここだろうな。じゃあここに作っておこう。で、僕の檻の作り方、みんな作ってるのいつも撮影外だから知らないと思うけど、僕が今動画でしてあげよう。まず、原木の棒を中心として、じゃあ、1、2、3でここ。1、2、3でここ。1、2、3でここにして、で、また1、2の3。3ブロックずつ隙間を空けながら置いていくんですね。恐竜の檻の作り方。僕の場合ね。で、3ブロックずつこのように置いたら、高さを設けます。高さはだいたいこのちっちゃい檻あるじゃん。これに合わせてしまいましょう。合わせるときは簡単。まず自分が登ります。こんな感じでね。で、登った後は、このあたりかな。この、なんとかビルドっていうモッドを使って、このレインってやつを押す。すると、はい、もうこんだけ。もうこんだけで、その場にいるだけで自分でわざわざ移動せずとも勝手にブロックを置いてくれるというわけですよ。しかも何ブロック置いたかがちゃんとね、インベントリ欄の1個上のところに数字として現れてくれるわけだから、建築がとことん楽に作れるわけですね。はい。だからこれ高さ9ブロックですので、全部9ブロックにしながら高さを積んでいきたいと思います。柱を作ったら、今度はこのジャングルの柵を置いていきます。このあたりかな。柱よりもこの柵が大きくならない程度の高さのところにセットして、なんとかビルディングのボールっていうところを選択する。選択して右クリックしてから、あーっていう風に平行に置いていって、で、一番最大のところの地面のところに右クリックしてガッチャンってすることによって、一括で木材を置くことができるっていうわけ。こんなに便利なモッドなんでみんな入れないんだろうね。なんでこんなに流行ってないんだろうね。ワールドエディットなんかよりもよっぽど楽だし、操作性も抜群だし、変なコマンドを覚える必要性もないっていうのに。みんなわかりましたか？僕のこの恐竜の柵の作り方が。で、ここにいる寝ちゃってるバカでかいクロワッサンの擬人化みたいな、そんな恐竜たちは、あの中に全員を引っ越しさせていただきますね。こんにちは、こんにちは。ありがとうございました。それでは、ステゴサウルスお引っ越しの時間です。ちなみに、ステゴサウルスの説明もいたしましょう。ステゴサウルス、全長7から9メートルの草食恐竜で、背中には板が互い違いに並んでいるのが特徴です。この板は日光浴のために使われていたんじゃないかっていう説が一番有力だそうですよ。尻尾の先端には4本のスパイクがあって、これを振り回すことによって敵に攻撃したり、自分の身を守ったりしていたそうです。ね。
ということで、ブラキオサウルスの紹介でした。アンキロサウルスと見た目が違うだけで、AI とか体力の面では大体同じっぽいな。ってことで、今回はここまで。チャンネル登録と高評価よろしくね。また、ステゴサウルスたちの名前を思いついた人はコメント欄にぜひ。んじゃ、バッタ。さよなら。